マックス・ボルンはドイツの理論物理学者。1954年ノーベル物理学賞を受賞。ドイツ東部シュレージエン地方のブレスラウにユダヤ系の家庭に生まれる。父、グスタフ・ボルンはブレスラウ大学の解剖学と発生学の教授であった。中理ヒ大学、ゲッティンゲン大学などで学んだ。1919年からベルリン大学助教授となり、 フランクフルト大学を経て、1921年月天元大学の教授となる。1926年量子力学の確立解釈を発表。同胞のロバート・オッペンハイマーと共に、ボルン・オッペンハイマー禁止と呼ばれる禁止法を編み出す。教育者としても、マックス・デルブリック、フリードリッヒ・フント、パスクアル・ヨルダン、マリア・ゲッパート名、ロバート・オッペンハイマー、 ヴィクター・ワイス・コフラを指導した。1933年にはドイツでナチスドイツが交流し、ユダヤ人排斥運動によりボルンは教授職を解雇され、同年5月にドイツを離れた。その後、家族を連れてと英し、ケンブリッジ大学講師、エディンバラ大学教授に就任する。1939年王立協会フェロー選出。第二次大戦後の1948年には、 マックス・プランクメダルを、1950年には、ヒューズメダルを受賞された。1953年エディンバラ大学退職後、西ドイツに戻り、ニーダーザクセン州の温泉地であるバート・ピルモントに居住。1954年、量子力学、特に波動関数の確率解釈の提唱により、ノーベル物理学賞を受賞した。1957年ウェッティンゲン宣言を、 オットー・ハーン、カール・フリードリ・ヒホン・バイツ・ゼッカー、ウェルナー・ハイゼンベルクラと共に発表して、西ドイツの核武装に反対した。1970年に、ゲッティンゲンで死去。墓所は、マックス・プランクも眠るゲッティンゲン私立墓地にある。1973年に、マックス・ボルン賞が、ドイツ物理学会と、イギリス物理学院によって設けられた。アメリカ工学会においても、 マックス・ボルン賞が1982年に設けられた。オッペンハイマーと同じく同胞のアルベルト・アインシュタインとの信仰も厚く、ラッセル・アインシュタイン宣言にも名を連ねている。アインシュタインの有名な言葉、彼はサイコロを遊びをしないは1926年にボルンに宛てた手紙の中で述べられたものである。文下にはベルナー・ハイゼンベルク、ジョン・フォン・ヌイマン、ボルフガング・パウリラそうそうたる。 物理学者が名を連ねている。孫の一人にイギリス生まれのオーストラリアの歌手であるオリビア・ニュートン・ジョンがいる。ありがとうございます。